くじくじく。はい、で次が普賢菩薩像になりますね。こちらはまあ仏画になります。でいつ頃描かれたのっていうと、平安時代の後期の12世紀に描かれましたよっていう作品になりますね。でまあ結構まあ何ですかね、状態がいいと言って、まあ僕状態がいいって言ったらあれやな、左下下部のところは本当はこれ象さんに乗ってる象が描かれてるんですけど、象の足が欠けてるんですよ。これ同じような色合いでね、あんまり分かんないようにしてますけども、実はこれ欠けてるんですけども、でもそれ以外は結構綺麗に残ってるな、奇跡的に残ってるなっていう作品なんですよ。で、この普賢菩薩像っていうのは、どういった菩薩なんですか、どういった仏になるんですかっていうと、法華経っていうお経があるんですね。でそのお経を信じる者を救いに行きますよという、仏さんになります。法華経オンリーかっていうね、他のもんわかんのかって感じだけど、それはその空気感はわからへんけども、とりあえずは法華経を、信じる者を救いますよというそういう、仏さんになるらしいんですよ。で、これ菩薩像、普賢菩薩像っていうんですけど、仏さんでもね、何種類かいろいろあるじゃないですか。如来っていうのがあったり菩薩っていうのがあるけど、これ何なのかっていうと、これ以前、十三仏の時にもご紹介したことがあるんですね。十三仏の動画をご紹介して、その時に、十三仏っていうのにも、なんか如来とか何とか如来と何とか菩薩と、明王っていうのがいるけど、これ何の違いがあんのみたいなことを詳しく説明しているので、よかったらそちらをご覧になっていただきたいんですけども、如来って簡単に言うと、如来っていうのは悟りを開いたものなんですよ。だからもうゴールした人。だから釈迦如来は、お釈迦さんはね、悟り開いたから釈迦如来で OK ですよとか、だから阿弥陀如来とかもね、阿弥陀さんは悟り開いてるねとか、大日如来、如来さんやねみたいな感じなんですけども、菩薩っていうのは、如来にはまだなってない修行中の身だというふうに言われております。はい、修行中の身。だから菩薩になる一歩手前みたいなのが、如来になる一歩手前みたいなのが、菩薩と。ただ、この菩薩っていうのはポテンシャルは十分もう如来になる力はあるらしいんですよ。あるらしい。ただ、ただ現世に如来になってこうね、こう成仏して、悟りを開いて向こう側のあっち側の世界に行かないで行くみたいな感じではなくて、現世の我々を身近でこうね救うために、より我々に身近でこう救ってあげますよっていうために、わざわざこうまた、如来にならずに、ステイしてくれて我々をこうお世話してくれてるという立場が、菩薩みたいです。なめんなよっていうことらしいです。はい。だからまあ観世音菩薩とかもね、なんか近くにいそうじゃないですかね、よう観音さん観音さんってよう言うじゃないですか、なんかよう目にするなっていうのはそういうことなんですよ。めっちゃ近くにいてくれて我々を救ってくれるから、菩薩でいてくれてますよっていうそういうふうなポジションの違いがあるみたいです。はい。で、この普賢菩薩像っていうのは基本的には像に乗ってるっていう特徴を持ってます。はい。獅子に乗ってるのが文殊菩薩だったと思うんですけどね、像に乗ってるパターンのが、普賢菩薩像、そういうふうな見分け方の違いがあります。見分け方というとあれやけど特徴があります。で、このね像に乗ってるっていうのが結構重要なことなんですよ、絵画の歴史の中では。なぜかというと、日本には当初象って生息してなかったんですよ。今でこそ象動物園とかいたらいますけど、昔はいなかったので、実物を見ることはほぼなかったんですよ。ほぼなかったというかなかったんですよ。なのに、例えば以前ね、鳥獣人物戯画っていう動画をご紹介したんですけども、平安末期から鎌倉時代にかけて描かれた絵巻物で、4巻あるんですね。甲乙丙丁1巻2巻3巻4巻あって、それぞれいろんなもの描かれてますけど、その2巻甲乙巻、乙巻に象が描かれてるんですけれども、その乙巻が描かれた時っていうのは日本には象いなかったんですけど、なんで描けたのっていうところにつながっていくんですよ。これなんで描けたのかっていうと、仏画として入ってきてたんですね。イメージが普賢菩薩の、仏画が大陸から中国とかから入ってきてて、あなるほど、向こうの大陸には象というものがおるらしいぞということで、あなるほど、象というものは普賢菩薩が乗ってるこういうの鼻の長い生き物がおるらしい、なるほどなるほど、いつか行ったら見てみたいなとか思っとったかもしれないですけどね、そういうような感じで、象というイメージが入ってきてたので、この、普賢菩薩像、もしかしたらこのね、東博の普賢菩薩像を、イメージ を見て、鳥獣人物戯画を描いたかもしれないって考えたら面白いですよね。こういうふうな感じで、
イメージで、普賢菩薩が入ってきてたので日本では像というのは結構、描かれるようになってったというそういうふうな歴史があるんですよ。で、実際じゃあ日本で像を見れるのっていつだったのって見れたのいつだったのっていうのに関しては、像と日本の歴史みたいな動画をなぜか作りましたなんでやねんって話なんですけど、作ってみました。結構これがね面白かったんですよ。面白い話がいっぱいあって、まあ一番最初は室町時代ぐらいに来たなんか贈り物として、大陸から届いたみたいな話が、一番最初やったと思うんですよね。っていうような話を、結構いろいろ懇切丁寧に、一つの動画にわざわざまとめているの で結構これ面白いって評判がいいので、よかったらご覧いただければ嬉しいなと思います。まあそういうふうな感じで像に乗ってるっていうのが、ね、大事だよというそういうふうなのが、めっちゃ古いのが東博にありますよと。で、この作品の話をしようかね、絵の話をしましょう。この作品なんですけども、注目点があるんですよ。絶対これだけは見といてね、この作品東博の展覧会行ってこの作品のここだけは絶対見といてねっていうポイントがあるんですけども、それが切り金というところなんですよ。切り金、これはね、こう衣服とかのこう、ね、文様に、金でこう文様を描いてるんですけども、これね、あの筆で描いてるんではないんですよ。どういうことで、まあ、ちょっと実際、見てみましょう。文様を見てみましょう。それがこちら。はい、これね、普賢菩薩の左肩の部分の、こう着物の、文様なんですけども、これ金でね、なんかピカピカ光ってるじゃないですか。これ描いてるのかな、筆で描いてるのかなっていったらそういうわけではないんですよ。どういうこと、どういうことって思うでしょ。これね、金箔の箔あるじゃないですか。なんていうか、折り紙みたいなイメージかな、折り紙のもっと薄いバージョンみたいな金箔のハグっていうのがあるんですけども、それをね、まずなんか何枚か重ね合わせてちょっとボリューム出したりしてちょっと焼くらしいんですね。焼いてでちょっと接着するのかな、接着したりなんかまあ厚みを出したりして、ちょっと固めになったのを、薄く切っていくんですよ。なんか竹の刀みたいなんで切ってって、細い中でも糸、髪の毛よりも細いぐらいのなんか糸みたいなのを山ほど作るんですね。まあおらあかって、もうこんな乱雑には切らないよ。こう置いてピッて切る、ポッて切ってみたら、もう言うたら、料理のキャベツの千切りの、100倍細かくするようなイメージ。もうめちゃめちゃすごい、めっちゃ細い、おらあって千切りするよりももっと細かいのを、金箔でやると。でその細い糸みたいなのを何かに巻きつけて、でそれを一枚一本一本こうね、接着剤、筆みたいな接着剤でこう塗りながら、金のその箔を貼っていくという作業で作り上げたのがこの文様なんですよ。すげーくない、何それと思わないですか。何その職人技みたいな、細かく、これ全部じゃあ何、一本一本の糸をこれ貼っていってるってことっていう、そういうことなんですよ。めちゃめちゃ細かい作業をして、この文様っていうのは、膨大な時間をかけて作り上げたものということなんですよ。が、まだこんな綺麗な状態で残ってるという、それをもう奇跡やれ、ミラクルやれっていうことで、この普賢菩薩像のこの切り金っていうのはめちゃめちゃ素晴らしいので、ぜひそこはね見ていただきたいなと僕は思っとるわけなんですよ。で、じゃあなんでこの、まあ、この、切り金っていう用法なんですけど、この切り金はなんでそんなことするの、なんで筆でこう塗った方が早いのにそれ線とこの金箔切り箔で、貼ってったのっていうと、金の、なんていうんですかね、その筆で塗るのを金泥って言うんですね。絵の具、金泥、金の泥って書いて金泥って言うんですけども、金泥よりも、その切り金、箔をした方が、発色がいいんですよ。余計キラ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 光るんですね。だから仏画って、仏さんなので、やっぱ五光を刺さんとダメじゃないですか。後ろの光、光背、なんかピカーって光ってそうじゃないですか。なんかね、暗黒の使者からやってきましたっていう仏さん嫌じゃないですか。なんかね、黒いオーラまとってたら嫌じゃないですか。やっぱ仏さんはピカーってね、仏壇とかも光ってるじゃないですかね。あの金仏壇とかやったらピカーって光ってるじゃないですか。あんなイメージをそこうで表現するのにはやっぱりこう、ね、金って大事なんです。装飾として金は大事やということで、やっぱりね、この金の衣の衣服っていうのも、そのより綺麗に、より綺麗にってすることで、こう威厳を出そうということで、この切り金という手法が使われるようになったんですよ。これはもともと大陸から入ってきた仏画とともに伝わってきた 手法なんですけども、それがまあ仏画でよりこの時期、平安時期に使われるようになったというもんなんですね。で、まあ、他の部分をちょっと見ていってみましょう。次がこちら。
はい、これがまあその普賢菩薩が座ってる、蓮座というのがね、あの蓮の花の座とそこら辺の衣の、門なんですけども、まあ、このね、蓮座座のこの線もまあ細い4本だけ残ってるなって、だいたいこういうのって、仕立て替えをしていこうとすると、ポロ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 取れたり剥がれたりするようになるもんなんですけど、こんだけ綺麗な状態でこんだけの量が綺麗に残ってるというのはまあ奇跡的なもんやなと思います。ほんまよう残ってるなと思います。でこの、衣服の赤い衣服の、門が七宝門って言って、もう輪っかの輪っかの連続のこう何知恵の輪みたいなこうなんかつながってるというのは七宝門って言うんですけど、この七宝門の丸このなんていうたわんでるのも、その切り金でうまいことこう貼ってるわけなんですよ。これ貼ってだからあの なんていうの折り紙を貼ってるイメージだから、 ちぎり絵じゃないけども、それでこんな文様をこんだけ綺麗にこうカーブも描きながらこう貼り付けてるっていう奇跡やね。すごい職人技やなっていうのが、こんだけ残ってるってことなんですよ。で次がこちら、はい、こちらはあの象の 下のところのなんかなんか滴りじゃないけどなんか、ね、着物みたいな敷物みたいなものの柄なんですけど、これもまあ綺麗なこのピンクのところ、ピンク色のところの尻尾っていうのもめちゃめちゃ綺麗に、ようこんだけ細かく貼っていったらもう忍耐力でしかないね。これもうすごい手間をかけて作ってるっていうのが、こんだけ綺麗な状態で残ってるっていうのはね、まあ奇跡的に近いなと思うので、これはねぜひ見に行っていただけて、さすが国宝やなって言えるような、代物だと思います。もちろんね、あの長い年月の間で今写真ではこうなってるので、修復の後っていうのは僕は正直ちょっとわからないですけど、もしかしたら修復されて、こういう風な状態になってるのかもしれないですけども、にしてもその切り金の美しさっていうのはここで見れるので、まあぜひね行っていただきたいなと思います。でまあ現在もその切り金の技法手法っていうのはまあ、使える人はまあまあ、いるのはいるんですよ。あの美術大学とかで日本画の課程とかで授業で、その切り金っていうのを教えてもらって挑戦する人っていうのもまあいるはいるみたいなんですけども、まあそのねできるって言っても幅広いじゃないですか。ね、僕一応野球できますけど、僕の野球のレベルとプロ野球の野球のレベルは全然違うみたいで、ただできるというのとプロレベルっていうのは全然違うので、ね、このプロレベルの職人レベルっていうのはほんまもうごく一部しかいないと。本当にあのだから国宝とか、そういったものを、修復したり復元したりできるっていうくらいの、切り金使いみたいな人は本当にごく一部しかいないっていうぐらいもう、ね、限られた、もう幻の技と言ってもいいぐらいの、手法がこの切り金になります。それが見れるのでぜひね、東博これ見に行っていただいたらここをチェックしていただけたらなと思います。それでは次行ってみましょう。はい、次が、クジャク明王像になりますね。クジャク明王像、だから、まあ、クジャクに乗っている、明王さんだよということで、こちらもね、書かれたのはさっきの普賢菩薩と同じで平安時代、だいぶ疲れてきてるんでぶっ通しでやってると疲れてくるけども、平安時代の、後期の12世紀同じ時期に書かれましたよということで、だから平安時代の後期らへんっていうのはほんまやっぱ仏がめっちゃ描かれるようになったんですよ。だから、まあ平安時代の初期は、空海さんが密教を日本にあの真言宗ね持って帰ってきて、そこから、曼荼羅とかをめっちゃ描くようになったんですね。了解曼荼羅とかをめっちゃ作るようになって、そこから仏画の制作っていうのが、奈良時代よりも加速してもっといっぱい描かれるようになったというのが平安時代の初期なんですけど、その流れを通じて、後期になったらもっといっぱい描かれるようになったよっていうのが、この時期なんですよ。で残念ながらこの時期のものっていうのはほとんど残ってないんですよ。応仁の乱とかで戦乱とかで結構ほとんどめちゃくちゃ焼けてしまってなくなってる中で残ってる、数少ない残ってる、希少な、仏画なので、もうほんま国宝やから見に行った方がいいよ。もうこれを見に行かんと何を見に行くねんっていうぐらいのものがいっぱい残ってるので、ぜひ見に行っていただきたいなと思うんですけど、まあそういうの孔雀明王像だよということで、これは明王っていうのはさっきあの如来と菩薩の話をしましたよね。如来が悟り開いたもんで、菩薩は、修行中ポテンシャル十分やけど一応我々と救うために、まだ悟りを開いた菩薩に如来になってない修行中の身なのが菩薩と、でそれともう一つ明王というポジションがあるんですね。この明王は何なのかっていうと、まあ真言宗、さっき空海さんの話しましたが、空海さんが密教とともに持って帰ってきた考え出された、仏の姿らしいんですけども、基本的には怒ってます。
はい、だから不動明王とかも大体怒ってるじゃないですか、にっこり笑ってる不動明王って多分見たことないと思うんですけども、不動明王とかも含めて明王っていうの大体怒ってます。これなんで怒ってんのって言ったらヤクザとかじゃないですよ。怒ってるのに理由があるんですよ。っていうのは、普通はね、こう仏さんっていうのも笑顔でいたい、みんなそれは笑顔でいたい、笑顔でみんなを救いたいと思ってるんですよ。僕らのことをね、救いたいと思ってるんですけども、中には言うこと聞かへんやつもいっぱいおるじゃないですかね。そういうふうな時に、そういうやつを、このままやったらあいつ俺らの私は仏の言うこと聞かんと、悪い方向行ってもらうから、ちょっと怒ってでも言うこと聞かさなあかんっていうことで、ちょっと怒って憤怒の顔でちょっとビビらせながら、お前ちょっと俺らの言うこと聞かんとほんま悪いことになるぞみたいな感じで、やるなあかんポジションが不動明とか明王というポジションだということで、怒りも必要ということなんですね。これはね、子育てしてる僕今子育てしてるんですけど、よう分かるんですよ。僕のちっちゃい男の子ですよ。わんぱくなんですよ。まだ1歳2歳とかそんなレベルだからわんぱくなんですよ。で、お母ちゃんが怒るわけなんですよ。こらーとか言うんですけども、全然答えへんんですよね。ゲッ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 とかで怒られて余計笑っとるんですよね。なら妻も、もう、あ、お父さん出番ですみたいな感じで、なんかバトン回してくるんですよ。で、何俺が怒んのみたいな感じで、しゃあないから、こらーって言ったら、子供が、って泣くんですよ。泣いてみたいな感じで、疲れて寝るっていう。それでお父さんありがとうございましたみたいな感じで妻には、お礼を言われるということで、俺全然得してないんやけど、ただ子供に嫌われただけやないかみたいな感じなんですけども、まあ、そんな感じ で優しく優しくしててもやっぱりね、子供みたいな感じで、言うこと聞かない時もあるから、ちゃんとこうね、言うことを聞かすために たまにはこう怖い存在っていうのも必要だと。父は怖い、父の背中を見て育てみたいなこともあるじゃないですか、みたいな感じで、子供とかね、まあ、その習性を導くためにはこう怒りっていうのも必要だから、明王っていうのは基本的ベーシックには怖い人がなるんだよ、怖い姿をしてるんだよっていう中で、前置き長かったね中でこの孔雀明王っていうのは明王の中でもなぜか優しい顔をしてるという、そういうふうな特別バージョンの明王なんですよ。だからええとこ取りやね、妙ってビビられるはずやのに、なんでかこいつだけは笑顔やから、こいつだけみんな寄っていくみたいな感じなんかなと思いますけども、僕もクジャク妙みたいになりたいなと思いますけどね。あんま家庭内ではあんま怒ってばっかりじゃ、嫌われてばっかりで、お母さんばっかり株が上がって、お父さんあんま株が上がらないので嫌やから、僕もクジャク妙みたいになりたいなと思いますけども、まあそれどうでもいいとして、まあそういうような感じで、明王の中で唯一優しい、姿をしているのがクジャク妙だよと。で、これはね、元々の持ち主っていうのが、持ち主が、今は東博にありますけど、元々の持ち主っていうのが、原三系っていう人だったんですね。原三系、元々、まあ、正式名称は、原富太郎をやったと思います。原富太郎さんで、この人誰っていうと、これ知ってる人はめっちゃ知ってるビッグネームなんですけども、明治時代から昭和ぐらいにかけての大実業家です。はい、めちゃめちゃな金持ちで商売上手やった人なんですよ。で、まあ、金持ちだけっていうわけじゃなくて、めちゃめちゃな美術品コレクターやった、収集家やったんですね。で、まあ、めっちゃ集めてて、だからまあこの孔雀明王も持ってたんですけども、収集家 でパトロンでもあったんですよ、パトロンだから、明治時代になって、昔は江戸時代までっていうのは画家っていう、絵師っていうのは藩に雇われたりしてて、まあ、職があったんですけど、明治時代になってパトロンがおらんようになったんで、だから狩野派とかも江戸幕府がなくなっちゃったんで、パトロンがいなくなっちゃったんで解散みたいな感じで、狩野派というのも、まあ、生き残っていくのが苦しくなって、自分で自力で頑張りますみたいな感じでやっていける人しか、の後世絵師として残っていかなかった。だから狩野派の終焉は江戸幕府と一緒で終わりましたよっていう流れの中で、パトロンがいなかったんですけども、じゃあ誰がパトロンでも作家にはパトロンが必要だねっていうことで、支援をしてた代表格がこの原三系だったんですよ。だから結構ね、横山大観とかそういった人たち、重鎮たちに、まあ支援をしたり、まあ、画家を育てるための支援を、なんかね、絵の具が欲しかったらこれ使えみたいな、まあ、これ絵の具は多分支援せんか、まあ、金銭的な支援をしたりっていうのを、まあ、止めるものはね、他を救うためにね、芸術を進行するために、身銭を聞いていろいろやってたよっていうポジションがこの原三系なんですよ。だから、まあ、横浜に、今三景園っていうめちゃめちゃでっかい庭園があるんですよ。クソバカでかい、もうすんげえなっていう、もう 何の庭園やねっていうような庭園があるんですけど、もうその三景園を作ったのが、だから原三景なんですよ。近郊のね、神奈川県在住の方とか、まあ、東京の方とかは
一度行かれたらいいんじゃないかなと思います。もう原三景の実力がもう身にしみるほどわかるかなと。何の世界や何の家やここ何のどんどんこんな金持ちおったんかとこれ作ってどういうことみたいなそんな庭園があるので、まあ、それを作ったのが原三景と。でその原三景がもともと持ってたんですけども、もともと持ってたんですけども、もともとの元を持ってたのは、井上馨という、政治家、大政治家やったんですね。井上馨ご存知ありますでしょうか。結構政治とか日本史とかしてる好きな方だったら、井上馨って聞いたことはある。もう大政治家ですね。まあ感覚で言うと高杉晋作で言ったじゃないですか、長州藩のあれと同じような感じで、こう戦ってた、ところから政治家になってったって。高杉晋作が途中で死んじゃいましたけども、それと同じぐらい、同じ同期ぐらいで頑張ってそのまま生き延びて政治家として明治時代も行きましたよというのが、井上馨なんですけども、もともとは井上馨が持ってたんですよ。政治のように井上馨が持ってたのを、原三景が見て頼むから譲ってくれ、売ってくれみたいな感じでもう頼み込んだと。なら、まあその井上馨が「まあええよ1万円やったら売ったるわ」みたいな感じで言ったらしいんですよ。でまあ、1万円で「分かった」ってなんとかかんとか、まあ、原三景が1万円を工面して、買ったという、まあ、エピソードがあって、もともと井上馨が持っとったのを、原三景が1万円出して買ったというのがこの「孔雀明王図」と。で当時の1万円なんぼやねんっていうそういう質問になると思いますけど、なんぼやと思います？大体なんですけども、3000万から5000万円らしいです。高すげえな、さすが国宝やなということなんですけども、まあそれぐらいの価格を出して買ったりとか、今もっと高くなっとんちゃうかなと思います。ね、当時で、まあ売り買いでき、今はもう売り買いできないですからね、国宝なので。まあだからもっと高い、値段も高いんですけども、当時の売買レベルで、まあね、政治家とか買うよ買わないよいうレベルで言ったら、3000万から5000万の作品がこれですよということで、まあそれでもすごいけどね、3000万から5000万ってすごい価格やけどね、まあ、そういうふうなぐらいの価値があるのがこれは孔雀明王図だよということで。で、この孔雀明王図の絵の中で見といた方がいいですよというポイントをご紹介したいなと思います。それは金の3種類の使い方をしている作品ですよということなんですよ。まあ、どういうことやというと、まずね、金箔を使ってると。だから、さっき言った普賢菩薩の時に言いましたけど、金っていうのはまあ箔がありますよと、折り紙みたいな箔がありますよと、その箔をそのまま貼ってますよと。だからまあ形として、ペタッと貼って使ってますよっていう面で使ってる部分と、切り金を使ってる部分、切って、さっき、ね、普賢菩薩みたいな時に切って線を糸にしてそれを貼り付けてなんか文様とかを作ってますよという部分と、あと金泥って言って、まあ絵の具にしてるバージョンね、金の泥って書いて金泥塗ってるバージョン、だから塗り塗り描いたりとか塗り塗りしてるっていうちょっと、まあ、マットな質感、ちょっと落ち着いた光沢がちょっと落ち着いたっていう、部分と、この3種類の金の使い分けがあるよっていうのがこの孔雀明王図の、面白いところです。まあ、実際そこが、3つ全部重なって見えるっていうところを、ご紹介したいなと思います。それがこちら、はい、まあ、クジャクのね、ド頭のところなんですけども、切り金はね、まあ、分かるかなと思います。さっきの普賢菩薩と一緒で、衣服のところですね、文様のところ、この光ってるところが、切り金で細いの、でもめっちゃ細かいですよね、これも。ようこんだけの切り金の技術だ。当時の切り金使える人っていうのは、テクニックっていうのは、やっぱ相当レベル高かったんやなと思います。まあ、もちろん、ね、腕のいい切り金師がこういうのを作ってると思うんですけど、現存してるものでこれだけなので、まあ、もしかしたら現存してないものもいっぱいあったと思うんですけど、だから当時っていうのは仏画の制作っていうのはたくさんあったので、需要があったので、その切り金というテクニックっていうのも、まあ、今よりももっと一般的な技術やったんじゃないかなとも思う、想像できるんですね。これは僕の想像ですけど、今まで切り金師ってほんまにプロレベルの、本当に切り金師の、プロレベルっていうと10人いるかいないかぐらいらしいんですよ。僕も聞いただけの話だからね、分からんけど、10人ぐらいいるかいないかぐらいの、ほんまトップも少ない数なんですけど、昔は、まあ、そのレベルっていうのがいっぱいいたんじゃないかなと。なぜなら需要があったから、作らなければいけなかったからっていう理由で考えたら、昔っていうのも、まあ、そういうふうなのがあったんだなって言ったら面白いかなと思います。まあそういうふうな精緻なものが見れるのがこの孔雀明王図だよと。で、金箔はどこかというと、まあ、装飾品具に多いですね。この腕輪とか、この絵でいうと腕輪とかですけど、他にも、まあ、いろんな装飾品を身にまとっているものの、大きいところを面で使ってますよと。だから、まあ、切り金の面バージョンなので、余計ピカ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 光って、迫力あるねっていう、そういうふうな、部分になります。で、あとは、
このクジャクの径の部分とかはちょっとマットな質感になっていると思うんですけど、ここは金泥らしいです。金の泥らしいです。あの写真で言うとね、あの金泥かキリカニかを見分けるのが結構難しいので、一応そうらしいというのだけはお伝えしますけども、実際は違うのかもしれない。それは現物を見に行ってみないとわからないので、ぜひ皆さんは現物を見に行って確認していただければなと思います。多分金泥やと思うんですけどね、まあ、こういうふうに3種類の金の使い分けをしている絵がこのクジャク明像っていうところで、面白いなと思うので、ぜひ注目してください。それでは次行ってみましょう。はい、次が千面法華経冊子ということなんですけども、まあ、これ何かというと、千面っていうとあの扇のことですね、まあ、うちわみたいなあの千面、こういうふうな形に書かれた法華経っていうお経があるんですよ。まあ、お経って、何々経とかいっぱいあるんですね。あの般若心経とか法華経とか、まあ、なんとか経とかいろいろある中の法華経が書かれた、冊子だよということで、この扇を何枚もこう、まあ、本のようにパタン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 って閉じれるように、した、ものがこの千面法華経冊子だよっていうことなんですよ。だからまあこう開いていた、まあ、ノートみたいになってるんですね。で開ノートをこう見開きで開けると、扇の形になってるよっていう形ですね。そこに、まあ、お経が書いてるよっていうものになります。で、まあ、これが12世紀の中旬ということで、まあ、平安時代の終わりぐらいに、書かれたもんですよっていうことですね。で、まあこれ何なのかって、まあ、一言で言うとあの装飾経と呼ばれるものなんですね。装飾経、はい、こう装飾経、まあ、四文字のごとく装飾してますよというお経なんですけども、この平安時代までのお経っていうのは、まあ、言ったら仏教って、飛鳥時代ぐらいか、6世紀ぐらいに、まあ、日本に入って百済を通って入ってきましたよっていう時は、まあ、まだその原始的な普通の文字だけのお経が、ノーマルやったんですよ。まあ、まさにそうですよね。まあ、ノーマルの状態で到着して、で、まあ、それを、まあ、写経して写したりするなりしたり、あとはまあね、あの呼んでこうね、こう修行したりとかもしとったわけなんですよ。ただ時代がどん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 こうね、立っていくに従って、そのお経がノーマルな紙よりも、よりこう豪華にした方が仏のありがたみとかが出てくるんちゃうみたいな感じで、当時の人は思うようになったんですよ。で、じゃあそのお経っていうものにもうちょっときらびやかな細工をしてみようということで、例えばまあ金箔を貼ってみたりとか、銀箔を貼ってみたりとか、下に絵を描いてみたりとか、金の砂子をこう振ってみたりとか、まあ、何らかんらこうデコレーティブにした、お経っていうのがこの装飾経になるんですね。で、まあ、この装飾経でね、一番有名なものっていうと、あの平家、平の清盛が、作った自分たちの一門をの繁栄を願って作らした平家農協っていうのが一番有名ですね。で、それを平の清盛っていうのは広島の宮島にある厳島神社に、奉納しましたよっていうのが非常に有名なんですね。で、後々ね、この平家農協っていうのは、江戸時代ぐらいになったら当時の、スーパーアーティストと言われた、本阿弥光悦っていう人がいたんですね。で、本阿弥光悦、書道もできるし漆もできるしということで何でもできるアーティストと、で、絵師で、謎の絵師なんですけど俵屋宗達っていう2人が、セット2個1になってこの平家農協の、修復プロジェクトに、関わって、直しましたよっていう話が有名なんですね。俵屋宗達と本阿弥光悦に関しては以前ね、リンパの歴史っていう動画でね、ご紹介してるので、よかったらそちらをご覧いただきたいんですけども、リンパっていうのが江戸時代になってこう発達していたんですね。四大巨匠ということで俵屋宗達、緒方光琳、酒井抱一、鈴木喜一って以前ご紹介してるんですけど、それのリンパの一番最初は俵屋宗達だったんだよと、でそれのパートナーは本阿弥光悦だったんだよっていうことだったんです。この二人が関わって直したのが平家農協ということですね。で、まあ、この俵屋宗達と本阿弥光悦が目指したものっていうのが、このこういうふうな平安時代の、貴族の優雅な雅な世界観の、美意識の、表現っていうものだったんですね。で、それを復興したいな、何とかしたいなって、その平安時代の後で武士の時代が非常に続いたので、こういう昔の平安貴族の雅な世界観っていうの、美意識っていうのが、結構失われてたというか、あんま注目を浴びてなかったので、それらを復興したいなと思って、彼らはそれを媒化させてリンパというものを、まあ、生み出したと。で、それが後世まで続いて、鈴木喜一とかそっちの、江戸時代末まで、受け継がれるようになったっていう、そういうふうな流れなので、まあ、それらの原点の表現っていうのが見れるっていうのが面白いかなと思います。
でまあ、これでめっちゃ要素あるんですよ。何ページもあるの でまあまあお経が書いてるので文字だけのページもあるので、まあ、全部見んでもいいかなと思うので、今回は2ページ紹介したいなと思います。まずね、紹介しているのが、まあ、こういうふうにお経が書かれてて下にねなんか絵が書かれてたりするんですね。これはまあ奇経とかが書かれてたりということで、すごい装飾的な感じですよね。でまあこういうふうな美意識とか感覚っていうのが、本阿弥光悦とさっき言ったね江戸時代の、本阿弥光悦と俵屋宗達が合作でいろいろ作品を作るんですけども、そういったところに生かされてるっていうのを考えたらそれの、元はこういうふうなもんだったんだよって見るとすごい面白いかな、味わい深いかなと思います。で次がこちらですね。さっきはねあの草花とかだったんですけども、それだけじゃなくて、こう平安時代の貴族とかの、生活とか、あとは、まあ、民とかのこう風俗とかそういったものも下絵に描かれてお経が描かれているっていうことで、まあ普通にねこの時代がどういうふうな生活をしてたのかっていうのを探る手がかりにもなるのでご覧になっていただいたら面白いんじゃないかなと思います。はい、で次ご紹介させていただきたいのが国蔵菩薩っていう仏さんになります。はい、国蔵菩薩これはね知恵の仏様、まあ、知恵を司る仏様っていうことで8世紀ぐらいからね、結構信仰されてたというふうに、言われております。結構昔からね信仰されてた仏さんになります。でまあ、特にね、まあ、8世紀以降になってくると密教という、仏教の教えの中のかなりコアな部分で、信仰をすごい集めるようになった、そこで、まあ、特に注目されるようになった、仏さんになるんですね。はい、密教って今さらって言いましたけど、なんやねん密教はって思われる方多いと思うんですけども、名前ぐらいは聞いたことあるんですかね。密教仏教の、一つのなんて言ったんやろな、一派と言ったらあれなんですけども、一つのタイプなんですね、教えなんですけども、仏教ってもともとインドで起こりましたよね。お釈迦さんが作ったということなんですけども、そのお釈迦さんが一番最初作った時期の仏教っていうのを原始仏教っていうんですよ。一番プリミティブだねっていうことで一番古い仏教だねっていうのがあったんですよ。でお釈迦様とそのお釈迦様が直接教えてた釈迦チルドレンみたいな人たちがいる時代を、このインド仏教の初期時代っていうんですね。初期一番最初教えが一番濃い時期、まあそれは本人がおるからね一番教えが濃いっていうのもわからんでもないですけど、それが、初期だったんですね。でだんだん時代が下って中期になってくるとだんだんこう社会情勢とかがいろいろ変わってくるので、そのね、お釈迦さんの教えだけじゃこう綺麗に当てはまらん場合っていうのが結構出てきたんですよ。でその時代社会の時代の変化に対応してこのお釈迦さんの教えを、柔軟に解釈を緩めて対応してった方がええんちゃうかっていう派閥と、いやお釈迦さんの教えをそのまんまを守らなあかんやろいう、この頑固派という柔らかい派に分かれたんですね。でこの柔らかい派っていうのが大乗仏教っていう、一派というか大乗仏教派という、派閥になります。で、そのお客さんちゃうわお釈迦さんの教えをそのまんまちゃんとやらなあかんという頑固一徹親父みたいなのが、上座部仏教派という、派閥になります。この2つの派閥が中期になったらできましたよと。でそれぞれ伝わる伝播していく場所もインドから分かれるんですね。この頑固親父派の上座部仏教っていうのは、南部の方に行きます。インドから考えたら南部の方、例えばタイとか、ミャンマーとかスリランカとかそっちの方に行くんですね。だタイのお坊さんって、なんか同じ仏教の国って日本も仏教の国じゃないですか。なんですけども、全然なんかちょっとなんか雰囲気違うなって思ったことないですかね。行かれた方ある方だったら。なんかオレンジ色の服着たりとかね、してますよね。あれなんか日本の仏教とちょっと違うなって思われるのはそういうことやった。伝わった宗派が、ね、違うんですよ。日本はこの、緩めていろんなやつをたい助けていこうぜっていう、変わっていこうぜ派が、大乗仏教が伝わったのが日本だったので。だから日本とタイがそういうふうに違うっていうのはそういうふうに渡ってきたものが違うからっていうことなんですよ。でこの中期っていうのはこの大乗仏教、中国に渡って日本に渡ってきたこっちの変わっていこうぜ派の方がめちゃめちゃフィーバーしたんですね。まあそれはいろいろ教えも解釈もしていろんなものに対処していこうぜっていうから、まあいろんな人に、やっぱり融通聞く方が、ギャラリーからするとね、重宝されるんですよ。あそんなんもできるんやったらこれもやってくれやみたいな感じでね、仏教の大乗仏教ええやんわっしょいわっしょいみたいな感じで中期は栄えたと。
ただ陰りが見え見え出して後期になってくると、あのインドにはもともとバラモン教っていう教あの宗教があったんですよ。あのカースト制度とかねあるじゃないですか。あのめちゃめちゃ身分差別が厳しいよっていうのが非常に有名だったと。でそのバラモン教に異を唱えてお釈迦さんが開いたのが仏教だったんですよ。で仏教の勢い大乗仏教でわーってなってるから、このヒンドゥー、あーこのバラモン教っていうのは追いやられてたんですよ。やばいなと、仏教力蓄えてきよったのこいつらがなんかフィーバーしてやがるなということで、バラモン教もしゃあないアップデートせなあかんわということで、まあこの仏教のええところを取ったり元々の宗教のええところを取ったりとかで、まあとりあえず頑張ってパワーアップしようとして生まれたのがヒンドゥー教やったんですよ。バラモン教をアップデートしたのがヒンドゥー教ということで、このヒンドゥー教がねめちゃめちゃこうインドでこうなんて受け入れられたんですよ。で、仏教大乗仏教というのがだん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 追いやられていくっていう状況があったのと、インドの西側にはアラブの諸国があるんですね。いろんな諸国があって、そこではイスラム教がすごい、盛んになってたと。っていうのが、インドにも入ってきてたので、この大乗仏教っていうのは、自国の宗教には突き上げられるわ、外国のそのよその宗教からも追いやられるわということで、大乗仏教ピンチの状態がこの後期やったんですよ。で、なんとかなんとかアップデートしていかなあかんだ、このままでは滅んでしまうから、大乗仏教沈んでしまうからということで、仏教が頑張って、生み出したっていうのが、密教やったんですね。それが後期になります。この密教っていうのは、仏教の中でもよりコアな教えっていうのを、体現していこうということで、悟りの表現っていうのをどうしたらいいかなっていうことでスポットを当てて、よりコアな修行をしてみたりとかね、こうね、儀式をすごくしてみたりとか、こう象徴的なマークとかをね、すごく対応するマンダラっていうものを作って、神秘的な体験をさして、儀式をめっちゃすることによって、なんかこの悟りの表現ってできるんちゃうか、みたいな、すごいマニアックな、よりコアな教えっていうのを追求していったっていうのが密教になるんですね。これがまあ流行ってましたよって。でまあこれが中国に伝わって、その時に日本からは空海さんが中国に渡って遣唐使で渡って日本に密教がもたらされましたよっていう風な流れなんですね。でまあ残念ながらこの後期密教でインド仏教というのは残念ながら終わってしまうんですね。結構密教頑張ってね生き延びとったんですけど、13世紀ぐらいになったら、ヒンドゥー教とかに飲み込まれてインドでの仏教というのは終わってしまうという、そういう風な流れなんですよ。でまあ中国でもね、道教儒教というのがあったので、やっぱりね仏教というのはそんなにね、やっぱフィーバー しきらなかって、こう発展が途絶えてしまうという中で、日本では仏教がなぜかこうまだ残って頑張ってるっていう風な状態が、この仏教史の流れになります。の中で話しなかったねごめんごめん、怒らない、そんな怒らない、まあ、とりあえず仏教がそうやって日本に入ってきた中で、この国蔵菩薩っていうのがめちゃめちゃこうね取り立たされるようになりましたよということで、まあ、空海さんとかねすごい大事にしたという形で言われてますね。空海真言宗を開いた人ね、空海さんで、まあ、こちらの作品なんですけども、今まで見てきた仏画とね、まあまあ見るところは結構似てるんですよ。切り金の表現がすごい、デコレーティブだね、綺麗だねっていうのはまあ一緒です。まあ、ほんまにです。本当に切り金の表現ってこの時代のね、仏画の切り金はもうどれ見てもね、やっぱ綺麗なって思えるようなもんなんで、この国蔵菩薩の切り金もすごいんですけども、まあ、他の今まで見てきた仏画と違って、まあ、注目してほしいなっていうのは左手の表現なんですね。これ左手に何か持ってると思うんですけど、これ宝珠っていうものを持ってます。宝珠、宝珠っていうのは結構ねこの時代だけじゃなくて、まあ、いろんな仏さんとかの仏画の中では描かれたり、たまにはねこの宝珠っていう、まあ、玉なんですけども、玉だけが絵として、まあ、バカでっかく描かれてるものとかもあったりするぐらい、この宝珠っていうのは結構仏画とか仏教の中ではよく出てくるんですけども、でこれ何なのかって言ったら簡単に言うとドラゴンボールなんですよ。はい、ドラゴンボール、ドラゴンボールは7つ集めると願いは叶わなかったんですけども、この宝珠は1個でも多分願い叶うんだろうなというものなんですけど、要するに願いを叶える玉っていうのが、この宝珠と言われてます。でそれを、この国蔵菩薩は持っているっていう表現なんですけど、ね、この持っている手の、炎の表現とかもメラメラ燃えてる炎の表現もすごく柔らかくて綺麗だねっていうのと、あとこの指のね、ここをね持ってるんですけど、この指のちょっとずつの変化の角度って言ったんですかね、これがすんごい滑らかで、こうなんつうか色気があると言ったんですかね、なかなかこういうふうに指の表現っていうのをきれいに描けてるっていうのがねこの時代にないので、ああこんだけきれいに残っててすげえなっていうのが見どころですね。
今まで見てきた仏画の中でも、まあ、似たような、ね、指の表現っていうのはあるんですけど、こんなに綺麗に曲がってないんですよ。この綺麗にひょって曲がってる状態っていうのがすごい見どころなので、この国蔵菩薩ね、見に行ってもし見つけたらね、その左手の表現っていうのをぜひ注目していただきたいなと思います。はい、で次が、千手観音ですね。千手観音はね、ご存知、よくはご存知なんじゃないかなと。なんか昔中国のなんかね、あの演劇団かなんかよくわからんけど、何人かが10人ぐらいこうね、縦に並んでみんなで手バッ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 ってしてなんか千手観音みたいなのを表現してるっていうのを見たことあるんですけど、あれよくできてるなと思うんですけど、まああんな感じで、あれでまあ非常に有名になったのもあるんですけども、あの観音さんは聞いたことあると思うんですね。神様、仏様、観音様、言ってたっけちゃうかな、わからんけど、まあ、観音さんは日本人に一番馴染みの深い、仏の一つやと思うんですけど、観音さんってね、一種類じゃないんですよ。人々の悩みとかに応じて33種類の変形トランスフォームの姿を持って、救うというふうに言われてます。だからいろんなパターンがあるんですね、観音さんって言っても。一番、まあ、メジャーなのが小観音って言われてる仏さんね。他にもなんかね、竜頭観音というのがあって、なんか竜の頭に乗ってる観音って、それどういう意味合いがあって乗ってるのかなっていうのはあるんですけど、そんな仏さんがあった、観音馬さんがあったり、まあいろんな観音さんがあると。まあその中で千手観音っていうのもありますね。まあ、もう読んで字のごとく手が千個ありますよっていう観音さんが千手観音です。でこれはまあ、どんな、こう修正、我々の、民衆とかの、苦しみとか悩みというのも、全部助けますよ、救いますよっていう、現れがこの手に現れてますよというふうに言われています。はい、まあ、だから言うとパワー型なわけなんですね。どんな悩みでも助けてやるぜみたいな感じで、もうパワー、意志を表現しているという、図がこの千手観音になります。で、千手観音なんですけども、ほぼね、いろんな造形、彫刻も含めて、表現はあるんですけども、手が千個実際に描かれてたり、彫られてたりっていうのは、ほぼないですね。ノーマルバージョン、まあ、ないことはないんですよ。ないことはないんですけど、最もメジャーなのは、42本の手だというふうに言われてますね。だから、もともとこの、一番手の、体の前である2本の手以外に40本の手がある。この40本の手が一番メジャーな、表現というふうに言われています。なんで40本なんていうと、なんかね、仏教ではさっき陸道の話したじゃないですか。天道とか地獄道とかいろいろあって、陸道あるよっていうこの6つの世界があるんですけども、その6つの世界をさらに細分化するとなんか25個の世界があるらしいんですよ。だからね、どういうふうに分けるのか分かんないですけども、25個の仏教の中でもそういう世界観があると。で、その世界を、この手一本あたりが、その25個の世界を全部救いますよっていう意味合いがあるらしいんですよ。だから このね、手 A が、この25の世界の何かを救ってると。で、この手 B がもうこの25の世界を何の違う何かを救ってるみたいな感じで、それぞれの手がこの25の世界の何かを全部救ってますよっていう意味合いなので、合計だ40本ありますよと。40本の手がそれぞれこの25個ある仏教の世界をそれぞれ何か救ってますよっていうことなので、25×40 で、1000。あ、千手観音や、みたいな話らしいんですよ。それね、分かったようで分からん話なんですけどね。でも、千手観音の千手って、千の手ってことやから、その何、世界が千個あるって、どういうことなんで、なんか分かったようで分からんけど、まあそういうふうな解釈らしいんですよ。もうそこは分からんけども。なので、まあ、とりあえず40本の手で、その千個の、苦しみを救ってるっていうのを表しているというふうに言われてます。がメジャーなんですけども、これはそのメジャーからちょっとだけ外れます。はい、ちょっとだけ外れます。手はね、40本と2本なんですけども、よーく見るとね、細かく手あるんですよ。はい、細かく手がある。言わへんかったらもうわからんかったんですけどね。調べてみたら、そうなんやと思って見てみたらほんまそうやったんですよ。手と手の間に、なんかね、でっかいメインの手がある、いっぱい40本ある中に、その手と手の間にね、なんかちっちゃい手が、うわー、ぶちゃ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 ってめっちゃ書かれてるんですよ。で、合計1000本だねということで、一応ディティール守ってちっちゃい手も書いてんねやなっていうのがめちゃめちゃ面白いところなんですよ。頑張ってんねんなって、書いた人頑張ってんなって感じなんですけども、まあ、そういうふうなのも見れるのがこの千手観音の面白いところかなと思います。はい。
はい、で次が小小外遊図鑑っていう巻物になります。はい、ここでねやっと風景画に来ました。風景画、今までねもうずっと仏画、ほぼ仏画やったね。あ、もうほんま風景画全然あらへんやけど、なんかもう風景画って言ったらなんか聖徳太子のとか、いやあれ風景画っていうかっていうようなやからもうばっかりやったんですけども、やっとまともな水墨の風景画というものが出てきます。ただこれは日本の作品ではなくて、中国の作家さんの作品になります。はい、描いた人が、リーさんっていう方なんですね。リーさん、12世紀に描かれたものということで、これ小小っていうのがね、すごい有名な、地域なんですね。日本画とかの画題の中でめちゃくちゃ画題にこの後も含めて、明治時代とか大正昭和になってもずっと描かれてきたもう伝統的な画題っていうのがこの小小っていう中国のエリアなんですね、場所なんですよ。でよく言われるのが小小八景って言われるんですけども、その小小っていうエリアに、まあ、8つぐらいすごいもうメジャー名所みたいな、もう絶対絵になるみたいなね、そういう場所があって、そこのセットをよく描かれることが多いっていうのがこの小小なんですよ。それのまあ原始的な作品がこれになるんですね。まあ小小ってじゃあどういうところっていうと、中国でいう湖南省っていうのがあるんですよ。湖南省、南の方にあるね、湖南省っていう。で、そこに、洞庭湖っていうね、なんか、湖があるんですよ。でっかい湖があって、でこの湖に流れてる小江っていうでっかい川があるんですね。でこの湖周りとこの小江のこの何流れてる、ルートにその八景っていうのがいっぱい散らばってると。でさらにこの小江に小水っていう支流がつながってる、合流するところがあるんですけど、そこら辺も含めて、すごい見どころのところが8つぐらいスポットがあるから、そこら辺を、全部描きましょうねっていうのが小小八景なんですね。ここはすごいメジャーな描き場所なんだよっていうのを、描いたのが今回の、小小画遊図鑑になります。はい、これまあ何なのかというと、12世紀ぐらいに書かれたんですけども、雲国さんっていう、まあ、お坊さん、禅のお坊さんが中国にいはって、でいろんなところをまあ旅行して回ったらしいんですよ。ね、まあ、旅好きやったんかなと、まあ、禅のお坊さんやからね、修行も兼ねて回っとったんかなと思うんですけど、でまあ回って家に帰ってきたんですけども、この少々だけはねちょっと理由があって、なんかね都合があって行けんかったのをめっちゃ後悔してたらしいんですね。はあ、行きたかったなぁ、少々。ああ、死ぬまでに少々行きたかったなぁ。でもなんかあるじゃないですか。まあ、今の時代やったらわからんけど、ああ、コロナじゃなかったなぁ、コロナじゃなかったらあそこ行きたかったのになぁとかあるかもしれないですが。で、まあずっと悶々としてたと。で、まあもう行く機会も多分無理やろ、もうね、遠いからなぁ、その少々はなぁっていう時に、そのリーさんに会って、あら、リーさん、ちょっとさ、あんた絵うまいからさ、その少々の八景の、そのね、八景かどうかわからない、少々の絵をちょっと描いてくれへんかみたいな感じで頼まれて、リーさんが描いたのがこの小小外遊図鑑になるということなんですね。だからプレゼントやったんですよ。ほんまに楽しみにしとったところを思い起こすための、心残りを解消するための、図鑑っていうのがこれなんですよ。で、これのね面白いところっていうのは、これ持ち主がね書かれて、後々の代までね、こう今現在までこうね、今東博にあるっていうことは、持ち主が点々としてたんですけども、その持ち主っていうのがね辿れるっていうのはね面白いんですよ。そうなんですよ。なんですかね、昔の中国、まあ、日本でもそうなんですけど、その美術品っていうのが誰が持ってたかっていう来歴を見ていくっていうのがね結構大事なんですね。その価値的なもので、誰が持ってたものだっていうのが分かってるかどうかっていうのは、まあ、言うたら鑑定書的なものの意味合いもあるし、その人が持ってこう好んどったっていうから格が上がるみたいな意味合いもあると。で、誰が持ってたかで人めっちゃ有名なビッグネームが、中国ってこの後、時代が進んでいくと秦の時代っていうのがあったんですね。日清戦争とかあったんじゃないですか。あの秦ですね。あの時代だから江戸時代ぐらいの、時代の、だから中国王朝時代ですよ。中国のすごい、ね、長い期間の、王朝時代なんですけども、そこでその秦の時代で、マックスめっちゃこう隆盛を極めてた時の、こう
帝皇帝というのが、乾隆帝っていう皇帝がいたんですね、が持ってましたよっていう、こうハンコとか証明っていうのが、そのこの巻物図鑑の中に、押されてるんですよ。結構でっかい字でね、あの乾隆帝って書かれてるんですよ。そんなでっかいの書いてええんかなっていうぐらいのものが書かれてるってことで、だそういう人が持ってて、でめっちゃ好きやったみたいですよ。なんか四大コレクションの一つぐらいに数えるぐらい、めちゃめちゃすごい重宝してたっていうのがこの図鑑なんですよ。でそれがまあ流れに流れて日本にも渡って、日本から、結局このね、東博の方に今あるっていうの来歴が全部たどれるっていうのはね、素晴らしいことだということで、もちろん作品自体のこの図絵自体もね見てほしいんですけども、どういう流れで来たっていうのが書かれてる部分も展示されてたら、そういったところも見てみると面白いんじゃないかなと思います。で、これは実際どういうふうな作品なのかっていうのはね、ちょっと動画で一緒に見ていきたいなと思います。はい、ちょっとね、絵のところまで前半戦は飛ばして、ここから絵がスタートするよというところから見ていきたいんですけども、まずねハンコめっちゃ多いなっていう感じですね。こんなにハンコ押すのっていう感じですけど、あの中国の作品ってハンコめっちゃ押すんですよ。なんでか知らんけど、そういう文化だったんでしょうね。めっちゃハンコ押すっていうのがあるので、まあこんだけ押してますけども、まあここからスタートしますよと。でまあすごい炭彩の墨だったんですね、水墨画なんですけども、すごい薄い墨で、ちょっとおしゃれな感じで描かれてるという作品なんですね。でもでっかいハンコがボカーンと押されてると、これほんまちょっとなんか作品のあれをね、なんか損ないそうな感じなんですけど、まあこれが中国風と。でここで中継が出てくるんですね、なんか中継にこう船が出てって、なんかどっか多分そのね島かなんかにこう乗り行こうとしてる人なんでしょうね。それに島の中には多分お寺のが書かれてるんでしょうね。これ多分でお寺だと思うんですけども、こういう船のが書かれてると。この作品のめちゃめちゃ面白いなと思うのは、円形に山がすごいうっすらと描かれてて、中形にこうね島みたいなお寺が描かれてて、で近形に木がこうすごいあの近くにありますよっていう、でクローズのところが見えますよみたいな感じで、こう遠近感をねめっちゃこううまいことを表現してるっていうのがね、へえすげえな、この時代の中国の中画あの水墨画でね、こんな遠近感も取り入れてやってるんやっていうのが見るとすごい面白いじゃないですか。あの西洋はね遠近感なんとなくイメージつくんですけど、中国で遠近感この時代にこういう風に書き込まずにね表現してるっていうのがめちゃめちゃ新鮮やなと思って、もう面白いなっていうところなんですよ。はい、でまたでっかい印が出てくると、ほんま印でかいな、もうめちゃめちゃでかいね、もう何も言うね。で書もめっちゃ書かれてるし、これもう風景をめちゃめちゃ台無しにしてくれるなっていう感じなんですけど、まあこんなんが中国風と。はい、でこれね、あのこの作品めちゃめちゃ面白いなっていうのは、人の営みがねめっちゃ細かいんですけども、いろんなところに散りばめて描かれてるっていうのをね、探すのが面白いんですよ。だからもうウォーリーを探せみたいな感じですね。もうあこんなとこ人おったわーみたいなのをねちょこちょこ見つけることができるんですよ。例えばねここをめっちゃクローズアップして見てみると、橋を渡ってる人がいるとね、ほうほんまやほんまやこんなとこにおるわーみたいな感じで、ね、めっちゃ上から見てるような感じで見れたり、あとはね、あの民家で、人が営みをしてるっていうのもいろいろ見れたりするんですね。はあ、いろいろ見てみると結構細かく書かれてるんだなっていうのが、大自然の中の、人の営みのこの対比、自然の雄大さと、人の営みの小ささのこう対比をすることで両方ね並び立つような感じで表現してるっていうのが、乾隆帝さんはめちゃめちゃ好んだんちゃうかなと思います。このね上の方の文字にもね乾隆なんたらかんだって書いてるので、これ、まあ、乾隆帝が持ちましたよみたいなことをめっちゃ書いてたんやろうなというのが分かるところなんですね。でこれまた真ん中の方にね、ちっちゃいこう、人が船に乗ってなんか漕いでますねっていうのも描かれてると、結構ここ探していくとね、人の表現っていうのは、ね、いっぱい載ってるので、ね、面白いですよこれ。
で次はここから船でね出発しますよっていう人が描かれて、また大きな川の方にこう流れていくと、景色が映っていくというふうにやってますね。こういうふうに自然の流れをね見ながらこうね巻物を見ていくっていうのも非常に面白いなという感じで、まあ、日本はこの当時ね横でパノラマしてる源氏物語絵巻とかそういうのが主流だったので、こういうふうな風景画の巻物っていうのはあんまなかったんですけども、中国ではこういうふうなのが流行ってたんやなと思うとすごい面白いなと思いますね。で今度は円形でね、船がこうね向こうの土地の方の人のところ、民家とか、村の方にたどり着きましたよっていうのが描かれているということで、円形でも人の営みが描かれているっていうのが非常に面白いですね。でもここら辺になってくるとね、もうほとんど川のでっかい広大なっていうところで、風景画の方は終わってしまうっていう形なんですけども、こうすごいですね、川の流れがこう狭まったり広がったりっていう変化に飛んでるっていうので、こう横にね巻物をスライドパノラマ開いていけばいくほどこういろんな変化が見れて、まあ飽きないなっていうところで、こう乾隆帝っていうのはめちゃめちゃこれを好んだんだなっていうのがなんとなくわかるかなと思います。はい、まあこんな感じでね、風景画が画題になるっていうのは日本ではもうちょっとね、平安時代よりも後になって、鎌倉時代ぐらいになってきて、こういったものが日本、禅宗とともに、禅宗とともに、こう日本に伝わって、日本でも風景画とか水墨画の風景画とかが描かれるようになったんですけども、それのもっと原始的な、もっと前の、母体となったものなんだよっていうのがこれだって考えたらめちゃめちゃ面白いかなと思います。まあ、これが、こういうふうなのが伝わって日本でも水墨画というのは鎌倉時代以降広がっていきますよという流れになります。